えーまあ、キャプテンの役割としてはやっぱり監督と、まあ、プレーヤーをつな、まあ、ぐ、えー、人にならないといけないなというふうには思ってて、えーまあ、あとはやっぱり自分のことよりも、まあ、優先してチームのことをやっぱり考えないといけないので、まあ、そこは自分的にもやっぱ難しいとこでもあったんですけどやっぱ今年就任してからはやっぱそこをどれだけチームのことを考えてやれるかっていうのを。えー 考えながらやってきました。リベロの魅力は、えー、まあそうですね。魅力はなんだろうな。<laughs> <laughs> 言われたから。<laughs> リベロの魅力、まあでもたし、あのディフェンス面はもうトータルしてリベロが責任を負うっていうのはとてもやっぱり役割としても。 え大切で面白いとこでもありますしやっぱりあとはブレイク時にやっぱブロックの指示とかもできるのもまあリベロの特権というかまあどこに打たせるのかっていうのもやっぱりあのリベロの指示だったりがあってのえポジショニングだと思うのでまあそこは魅力だと思うのでぜひ皆さんもリベロをやってください <laughs>。<laughs> <laughs> 最後までボールを とりあえず追いかけるがむしゃらに、まあ、どこにボールが上がろうが、えー、がむしゃらにボールを落とさない気持ちを、えー、見てほしいなと思います。なんかあの連続失点とかした時に、はい、自分ではやっぱ点数取れないじゃないですか。でチームの雰囲気もなんか悪くなった時とかなんかどういう声かけしてますか なんか組み合わせ、こっちがこう決めれるわけでもないし、<う>あ決めれるわけでもないというか。はい、少しの提案はするけど、そういう時のチームのまとめ方とか、こう。そういう切り替えの仕方をしてるのかなって思います。まあ、やっぱ連続失点することはやっぱ多々あるんですけど、はい、やっぱりその次の準備。まあ、例えば、相手が何してくるのかっていう準備。 を早めにやっぱり、チームに声もかけますしあとはやっぱりその失点をしてしまったあの相手にやっぱりその声をかけるのもそうなんですけど、やっぱりその全員に自分は一人一人にまずハイタッチしに行ったりとか、まあ次決めればいいよっていうふうには声をかけてるので、自分が点数取れない分、全員に一人一人にこう話にかけに行ってます。やっぱりこう 声掛けと指示が一番やっぱ思いになっていくので、やっぱりリセプション時のやっぱりこう、えー、守備範囲だったり、まあ、やっぱりあとはスイッチ、えー、狙われている選手に対して、まあ、リベロカバーへ行く、えー、それもやっぱり役割だと思うので、まあ、そこを見てもらいたいですし、やっぱりあとはブロックの指示、えー、の声だったりっていうのを、あのー、やっぱ注目して、えー、やっぱコロナの中であんまり周りの人は声出さない。 ので、声が出せないので、やっぱり静かなところで、やっぱりレベルの声。だけっていうのがもっともっと注目して、見てほしいかなというふうに思います。本日はご来場いただき、本当にありがとうございました。と、ホームゲームを男女一緒に。できるということで。えっと、三三スプリングスと、大分三好さんと、えっと、立って皆様に感謝したいと思います。 えっと、男子バレーは女子じゃなんかありえないボールが拾えたりこうフェイクセットだったりすごいあの見ていて楽しいと思うのでスプリングスファンの皆様も男子バレー応援してください。今日はありがとうございました